今動き出そうというところ、どういった対決になるか。まずは川端先行という形の中で、田中誠美がどれだけこのモンスターマシンついていくことができるかどうか。ずっと行く川端、それに対して田中誠美、いいところ、田中誠美距離的には悪くない、悪くない、2セク取っている、2セクいった。しかしこのうわー、もう池になった状態の、ここ抜けていくか。さあどうでしょう、ギリギリ差し込む、捉えた捉えた捉えた、さあ捉えすぎた捉えすぎた、これはちょっと行き場がなくなった。田中誠美2本目ということになります。今動き出しました田中誠美先行です。今度は田中誠美、後ろから川端雅人。さあ田中誠美、川端雅人はまずもう大きなポイント差があるのと、さあ寄っていけるか。ここはまずザブーンと2セク、だいぶ水が溜まっているところを通過。やはり田中誠美早い、田中誠美早い、いい走り、追いつけないですね。もう全く全くここは追いつけない。これはもしかしたら川端雅人ということになります。さあどんなことが起きるのか、無事に終わるのか。いやー何が起きるかわからないぞ。横井正史 TMAX S1 号先行、あと追い川端雅人の、さあこの GR スープラ2号機はクレービの中、ものすごいとこ横井が入った、横井が詰めた、ぐーんと来ている。あーそしてここはなんとか川端、まずは取っていったところから1回離れて横井が詰め、おかしい、危ない、危ない、危ねえ、危ない、いやー飛び込んでった川端、めっちゃ怖い、いや怖い危ないなー。さあ入れ替えの2本目、何事もなければいいんですが、川端先行、あと横井雅史。さあ横井が、横井が飛び込めるか、川端が行く、そしてあー横井何もしない、何もしない、ここはやはりトラブル抱えたまま。さあここは横井、やはりステアリング系トラブルが出ているんでしょう、ドリフトできません、勝負あり、ベスト4進出、川端雅人、ついてましたよね。そうですね、横井選手ここまで来れただけで、ね、これ落とされたナンバー66藤野秀幸。さあ東洋対決、川端藤野の対戦、スープラと180今動き出した。さあまずはスーッと同じカラーのマシン、スープラが前、そして後ろから180川端が行く、そして後ろから藤野離れてる。さあどうだ、ここは寄るところに行かないか、思いっきり角度をつけて日比野、それに対してさあ藤野がまだやっとここから追いついてくる。さあここからスーッと寄ってくる、しかし、しかしここはまだ寄れないか、まだ寄れないか、いやーここは、ここは無理できないところか。いよいよ入れ替えの2本目ということになります。チーム東洋タイヤドリフト、この2人のマシンによる対決は1ポイント差の状態の中で、今度は藤野が前、この180に対して、さあ川端スープラ、ここは行かなくてはならない、どうだ、近づいた、入った、いやーこれは入っている、いいところ、クレームの中、完全に1、2コーナーのところ、捉えた。さあ GR スープラ川端がさらにまだ行こうというところ、この辺り4セクも取っている、4セクも取っている。さあここは藤野きたー、きたー、いきなり来たよ。カーナンバー90川端雅人。さあいよいよファイナルのスタート、2020の開幕、どちらが勝つのか。まずは1本目、蛇の哲也先行、あと1川端雅人で動き出した。さあ降りてくる、まずは捉えている、まずは捉える。さあ S1 を取ってもらえた、当たったか。さあ戻った、踏ん張った、戻った、踏ん張った、ギリギリのところ、1着から2着、ものすごい小さいところを通っていった。さあ S2、 S1 音が振る、君の、それに対して川端もう1回入る、入る、入る、
ものすごい近いところ、ここは完全に2ポイント。そして5セクター最後のブリック開始、今フィニッシュ。さあエンジン音が高鳴って入れ替えの2本目、これで勝負がつく。開幕戦どういうことになる。さあ川端が行く、後ろから日比野、川端が離れた川端が、さあ日比野入れない、日比野入れない、スーッと立ち上がっていく。こっから寄る日比野がイン側近いところ、いやーものすごいところに入っているが、ここは川端きっちりと日比野が戻る、寄りすぎて戻る、日比野失敗。見事に川端雅人 GR スープラ90、川端雅人。さあエンジン音高鳴ってスタート地点、いよいよスタートしていく。瀬名直人先行、後追い川端雅人。さあまずはリンゴタイヤ瀬名直人、後ろから GR スープラチームトヨタイヤドリフト、川端がついていきたいところ、降りてくるところ、近いところにいるか、飛び出し、まずは瀬名直人。さあ両者抜け、さあ近く入った、さあここから入っていく2着、さあ近いところ、そして立ち上がり、これで来れればそれに対して入ることができるか瀬名直人。その GR スープラ川端の思い切った単走の走りにどこまで瀬名直人近い近い食らいついていけるか。さあ立ち上がり、まずは最終コーナー、川端ゾーンを通過して思い切ったぞ。さあ綺麗に回っていく、綺麗に回っていく、ここは入る、ここは入る、一回は入った。さあ中に出ていく、わあどうだろう。さあ決定だ、1ポイント差、勝ったのは川端雅人。うわーカーナンバー90、川端雅人。さあいよいよ世界一のスープラを決めるその対戦が今スタートしていく。いやーもう2台がぶつり合う、降りてくる。さあ GR スープラ2台の対決は近い状態で飛び込んでくる斉藤大吾、ミスをしてしまった川端雅人。しかしこれまだ分かりませんよ、はい、この2人何が起こるか、この2人に何が起きるか分からない。斉藤大吾が来るはず、それがどうなるか、それが後とならなければいいが、川端が飛んでくる、すーっと斉藤大吾が飛び込むか、流された、流された、クロスライン追いかかった。こんな勝負になっちゃったか、ベスト4進出斉藤大吾。カーナンバー33、笹山茂久。さあもちろん初の対戦、川端相手に笹山茂久ルーキー、どこまで食い下がれるか。まずはとにかくついていきたいところでもある、そこ問題ですよ、難しいですよ。ここ立ち上がる、いや置いてかれるか、置いてかれた、やっぱり置いてかれた、飛んでくる川端、うわものすごい走り、ぴったりぴったり、うわこれは川端ぴったり単走通りの走り、駆け抜けた、すごいね。逆に川端選手にとっての今後この後を含めたいい練習相手になるというされるということになるのかどうか。さあ笹山が行く、そして川端がイン側からスーッと来たね、さあスーッと寄っている、近いぞ近いぞ、さあどうだ、笹山を見て、笹山を見て、あー入ってくる、入ってくる、さあどうだどうだどうだ、いや入った入った入った、この辺りは入っている。さあ遠いポイントも取ってきた、進出をかけてベスト8の一組目、ものすごいバトル対決になりました。川端雅人、瀬名直人、もちろんどっちが勝ってもおかしくない。まずは GR スープラ川端雅人先行で、後ろから瀬名直人、近い、さあ近いところ、近いところ、さあ逃げる川端、ね、それに対して捕まえては、どうだ、川端危ない、川端危ない、うわー瀬名が入った、瀬名が入った、瀬名が入っている、飛んでる飛んでる、
これも取った、これも取った、サイドバイサイド取った、これは入った、すげえ、この2本目で勝負がつく。さあ今スタートしていく、レベルの高い戦いになるのか、やられたらやり返すか、川端雅人が並んでくる、まずは末永直人、その後ろから川端が飛んでくる、201対202よ、上尾勝弘。さあ面白い対戦、7組目、川端雅人 VS 上尾勝弘、 V8 搭載の GR スープラ、そして VR エンジン搭載の S15、 両者ものすごいパワーのあるマシン、おお上尾がいいところ、さあ逃げる川端、それに対して上尾、これは上尾大きなハーフスピン、上尾さん1点差、このアドバンテージ、大きな大きなアドバンテージ、川端雅人 GR スープラ V8、 これを得てもう見て、ここの2本目は走るだけということになるのか、いやそれでも見ながらでも寄っていこうかというところでしょうか、冷静に冷静に、いやこれはこれはちょっとあまりのひどい走りだったぞ、今の川端選手の。大丈夫、このこれね、5点引いてますね。さあいよいよこの対戦、ベスト8も最終組、ベスト4進出をかけて残りはどちらか、川端なのか日比野なのか、今スタートしてった川端雅人 GR スープラに日比野が、日比野が入っていく、ずっと入っていく、さあ追い返したところも入ってった、これは遠いポイント取る、すごい思いっきり取ってった日比野、今度は日比野が前、そして後ろから遠いポイントをどれだけ加算できるか、川端雅人、いや近いところにいる、まずはどうだ、入っている、入った、振り返していく、ツーだ、そう外した、そして当たっていく、ちょっと当たった川端、当たった、ちょっと自滅気味の減点になりそうだ、川端の当たりも、さあそしてですね、これちょっと加本さんに聞きたいんですが、多分これ当たったの、はい、川端雅人。さあいよいよ6組目、もちろん初の対戦ということになります、赤のインフィニティ960そばぎり高台、そして後ろから追いマシン GR スープラ V8、 川端雅人今動き出して飛び込んでくる、さあまずはそばぎりが、そしてそれに対して川端が入っていきたいところ、さあそばぎりいい形でいく、飛び出るぞ、飛び出る、飛び出る、飛び出る、ギリ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 、こらえたこらえたこらえた、さあそばぎりこらえた、そして川端もギリギリっと、さあ後追いそばぎり、広大赤いマシンが青いマシンの懐、もう近いところについていくことができるか、いやそれを引き離したい、いやどうだ、近いところ行く、さあどうだどうだ、川端に対してまずはちょっと寄った、また寄った、さあどうだ、抜群だった、抜群になる、抜群だった、危ない、内側いった、内側いった、危ない、った危ないところ、そば切りです、ここはルーキーをね、ナンバー90川端雅人。さあいよいよベスト8の3組目、小橋雅則先行、あと追い川端雅人、現在ランキング1位と3位、さあここまで3連勝中、小橋雅則なんとか4連勝を阻止したい、川端雅人止めることができるかどうか、まずは小橋が前、そして後ろから近いところ、さあ川端思いっきり振る、思いっきり振った、うわーすごい振り当たってる、何か当たってる、これはやった、いやベスト8の3組目、入れ替えの2本目、今度は川端雅人と GR スープラ前、後ろから小橋雅則、まず川端が振る、さあ小橋ここは寄っていきたい、いや寄っていく、入っていく、さあどうだ、これで1本だ、しかし抑える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 、両者両者ここはうまい、そして小橋小橋よりポイント取った、そうです、いやでもいい後追いでした、はい、直人。さあセミファイナルの2組目、決勝の座をかけて上尾勝弘と対戦するのは
川端雅人か末永直人か、今動き出したライト転倒、さあ川端が前、そして後ろから近いところに入れるか、まずは寄っている、まずは寄っている、さあ川端が振る、そしてグリップのするところからうまくゾーンに乗せる、うまい、うまい、うまい、そこはうまい、川端のコントロール微妙、いいところを持ってった、これ抜いてったのはもう全く持ってです、持っている、この川端が後追いで、そして先行の末永直人がどんな走りを見せるのか、まずはまずは末永直人先行、そして近いところ、おお、まだこれ取っている、あと1ポイント取っている、さあ末永直人、ここはあーっと、ここはインカット戻り、そして末永直人はもちろんゾーンの通過、ね、外したね、しかし川端、いやー、ここは川端雅人、さあまずはベスト16、1位と16位の対戦というのが一組目、それが中村直樹、そして対戦相手川端雅人、今スタートしてまいります。さあまずは中村の KS1 号、後ろから GR スープラ、いや川端がどういった後追いを見せるか、くっついている、くっついている、最終コーナーを立ち上がってくる、まずは中村直樹が行く、そしてずっと振り返して、いやー、中村がいい走りをしている、それに対してインガワ、インカットしてった、ちょっとまっすぐ戻りかけ、川端厳しい、川端遠いで厳しい走り、しかし中村直樹のところ、もう一回ヘアピンで近づこうというところ、最後裏突きながら、裏突きながら、裏へ裏へ、トヨタイヤドリフト、この GR スープラ、川端雅人が前、そして今回絶好調中村直樹、どんな後追いを見せるのか、今日はこれ中村直樹が川端を捉えてビタビタに持ってくること、いやしかし早いぞ、早いぞ、いやこのスープラもそれでもものすごい速い状態だ、いやちょっとぐらついた、ぐらついた、それでも行く、それでも行く、思い切っていく、さあ川端のスープラが駆け抜けていく、このスピード、このスピードに中村直樹が寄れない、中村直樹がいや近づいていくことはできない、一人で走る分にはこの川端ものすごい走りを見せている、この川端選手のよくなかった、バーサスカーナンバー90川端雅人、さあ単走も第1位、そしてまたして今日も16位ギリギリで通過してまいりました川端雅人、この辺りの運をどう使ってくるか、しかし相手は今年のチャンピオン、そのチャンピオンを相手にこの GR スープラ川端雅人、チーム東洋タイヤドリフトのエース、さあ川端スープラがどういう運動を使ってくるか、スポンジがある、ギリギリのサイドギリギリのところ、スポンジかすめてった、いやー危ないところ、さあそして小林が綺麗に回っていく、この辺はよりポイント取っている、さあ近いところに入っていった、近いところに入っていった、ここから下ってくる S 字コーナー、飛び出した、乱れた、川端失敗、コーナー、あらー、この辺り小足のスピードに、こんな奥行きで優勝で、先ほどあの VTR ありましたけれども、うん、はい、ダイジェスト、いい顔してましたもんね、優勝、はい、あどうやら、エンジンかからず、リタイア届け出ました、川端雅人、ここまで、あら残念、なんと、なんと、川端雅人、自滅という選手。はい